ディスティニーベータ生放送と合わせて、このゲームを、プレイしてみようと思います。お届けいたします。本動画は生放送の模様をお届けしております。プレイステーション3、プレイステーション4で、発売予定の先行リリースベータ版ディスティニー、行ってみようと思います。まるでプレイ、指導許諾を承諾します。いいミュージックだ。世界観を少し想像させてくれる。一応トレーラーでは見たんですけど、ちょっと近未来とあと宇宙的な要素が入った、ファーストパーソンシューティング FPS のゲームになります。画面サイズこのぐらいだな。明るさ5ぐらいにしとこう。ちょっと明るめ。言語ベース、決定しちゃったかな。デフォルトで。おそらくナウローディング。タイタン、ハンター、ウォーロック。なるほど。タイタンは、装甲兵器となって力と戦略であらゆる戦いを制圧しろ。ストライカー、地面を砕き、アークライトの巨大な物で敵を溶かせ。ディフェンダー、ボイドの光を破壊不能なシールドに変化させ、自分と味方を敵の攻撃から守る。戦士みたいな、そういう、あれかな、役割かな。ハンター、フロンティアのマスター、正確に忍び寄り、容赦のない攻撃で敵を倒せ。ガンスリンガー、ソーラーライトで敵を分解する強力な銃を召喚。ブレードダンサー、アークライトを剣にため、雷光で敵を滅ばせ。雷光で敵を滅ぼす。いいね。ウォーロック、自由自在に宇宙を操り、そのエネルギーを駆使して敵を全滅させろ。ボイドウォーカー、爆発的なボイドの光を敵にぶつけ、ブラストの範囲内にいるものを破壊する。サンシンガー、ソーラーライトで体を満たし、すべてのスキルの効果を飛躍的に上昇させる。なるほど。補助的なことができるのかな。一応迷ったのは、ハンターかウォーロック。どっちがいいかな。このなんか波動拳的なやつがかっこいいんだよな。ウォーロックでいこう。性別、女性。あかん、ハゲとる。あ、ちょっと髪の毛生えた。もう何が何だかわからん。これか。顔、ほう、小顔で三角がいいな。これかな。じゃあちょっとエラ張ってる。これだとこれだな。肌の色はなるべく肌色に近くて、唇は、まあ安定のピンクでしょ。で目は、黒にするとどうだろう。グレー、違うな、ブルーかな。ブルーだな。髪型、ツインテールないんかーい。これは、トサカか。まあ、悪くはないね。ポンパドール。まあこれが普通っちゃ普通だけど、これはおかしいだろ。これこれか、これだな。これにすかな。ちょっと女子っぽいしな。髪の毛は黒だとどうなる。あ、いいんじゃない。黄色、茶色は、あ、いいんじゃない。ちょっと肌の色があれだけど、まあしょうがないよね。マーキングってなんだろう。
マーキング。あ、あれか。真ん中のやつか。ナスでいいな、これは。うん、この方がいい。終了。レッツゴー。宇宙のようだ。到着。ザ・プラネット・マーズ。火星かな？現代の火星だ。仲間の一角にセーフティーロック解除。ミッションを開始する。気をつけろ。我々ではこの星の大気に対応できない。デスティン、宿命。我々はそれをトラベラーと呼んだ。そしてその出現は我々を永遠に変えた。偉大な都市が火星と金星に築かれ、彗星は豊穣の地となり、人類の寿命は3倍に伸びた。奇跡の時代だった。銀河を眺め、他の星の光の中を歩むのが運命であることが分かっていた。しかしトラベラーには敵がいた。それは長い間宇宙の黒き深淵の中を追ってきた暗黒だった。黄金時代が始まってから何世紀も経て、暗黒は我々を探し当てた。そしてそれが全ての終わりだった。また始まりでもあった。コスモドローム、地球、旧ロシア。偵察機のようだ。どこでしょう。何かを探索中。いいえ、違います。何かがいるな。うわ、スキニング。スナイパーか。
さか。見つけました。ガーディアン成功です。これ日本語なんだね。生き返りました。一体どれほどあなたを探したことか。ガーディアン、私はゴースト。これからはあなたのゴーストです。まあ長いこと死んでいたのですから、理解できないことがたくさん出てくるでしょう。蘇生されたのか。ここは危険です。彼らにやられてしまいます。シティに向かう必要があります。じっとしてください。心配しないで、一緒にいます。先を急ぎましょう。了解。ここはフォールンの領域です。こんな目立つ場所にいては危険すぎます。中に入りましょう。了解。捜査員さん、なんだこりゃ。敵のような声が後ろから聞こえるが、とりあえず L3 でダッシュ、そしてバスでジャンプ。この辺は通常の FPS と同じようだ。怖え怖え怖え。こうしましょう。フォールに見つかる前に武器を確保するのです。了解だ。静かに。了解。敵がすぐ上にいます。上だと。マルでしゃがむ。クリア。右方向クリア。これはやれやれ。ちょっとお待ちください。どうした。フォールンは闇の中で力を発揮します。もっと光が必要ですね。明かりをつけられるか見てみます。頼む。別の強化された軍事システム、そしてたった数世紀の私に支障を与えるエントロピー。あ、誰か暗いぞ。こちらに向かっていきます。電源確保。ライフルを見つけました。使ってください。どこだ。ホスボタン、これか。 OK。 ライフル使い方は分かります。フォールンから逃げるため廃墟を抜ける道を見つけろ。了解。よし、L1 で M だ。前を見てください。了解。中に注意しましょう。 M。 これはなんだ。光だな、ただの敵。タクティカルリロードだ。敵も攻撃をしてきている。 M クリア。そこクリア。タクティカルリロード。敵2体クリア。よし。 OK。 警戒しながら前へ進む。了解。コースダメ。タクティカルリロード。よし。 R2 で近接攻撃だ。オラの海洋系を受けてみよう。M いたな。クリア。タクティカルリロード。そこにいる。11時方向。弾丸はどこなんだ。クリア。よし、近接攻撃でクリアしてやる。ここどうだ。この先にまだいますが、突破するしかありません。了解。進みましょう。引き続きナビゲートしろ。何か入っているかも。中を見てみましょう。
新しいグリモアカードを入手した。特殊ウェポンか。リロードだけしておこう。いい、オッケー。むむむ、ここはスライディングで抜けるって。トリック地雷です。触らないでください。了解だ。クリア。いるな。いるぞ。むむむ、そこクリア。こちらからも行けるようだ。クリア。そこそこ、やるじゃないか。回り込む、指切り。オッケー、クリア。ゴー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 、前前前、クリア。目的は三次方向。よし、クリア。よし、別の銃弾を使ってみよう。むむむ、リロードが遅い。うし、そこそこ、ボラに乗る。そこ、くそ、くだ、数が多い。動きの速いやつだ。やるじゃないか。ここクリア。あと何体だ。ボラに乗る。よし、クリアだ。この場所は思っていたよりもフォーレンだらけです。もう少し進みましょう。了解だ。何か残されているといいのですが。タクティカルリロード。オッケー。ん？ん？ディバイド。地球、旧ロシアだ。ここはかつてのコスモドロームです。各惑星や月に船を送り込んでました。ムム。脱出できる船があるはずです。なんだあれは！まずい。何かワープしてきます。何なんだ。あかーん。フォールの船です。なぜこんな地表近くに。突破してください。どうやってさ、どうやってさ。招待表示。戦って切り抜けろって。あんた、そんな、あかーん。撃てばいいのかしら。撃てばいい、わからんへん。突破してくださいって言うたかと。お前もうちょっと、お前明確なナビを。よし、ゴー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 。こっちか。よしよしよし、オッケーオッケー。あの船が来たということは、敵もあの船に潜んでいて、私の存在に気づいたというのか。いた、横からツン。クリア。まだ嫌がる。クリア。あ、まだ嫌がる。勝てな。やべやべやべ。やばいぞ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 。体力が。なるほど。自動的に体力が回復。いた。まずいまずいまずい。よきかよける。あかん。あそこに嫌がるな。よし、三次方向はクリアだ。
やつをなんとか。クリア。よし。少しこれはあれだな。設定で視点移動の感度を上げよう。5くらいにしてみよう。よし。こちらか。あれ結構感度ビンビンになっちゃった。感度ビンビンになっちゃった。感度ビンビン。クリア。レッツゴー。この航路水地で鍛えた立ち回りがあれば。あかーん。油断したー。とっさの動き。甘いのだよ。それで私の裏をかいたつもりか。まだいるか。まだいる。ショットガンだ。コスダメショットガンレミントン。レミント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 ン。レベルアップしたぞ。遅い。遅すぎる。何をあげればいいんだこれは。ボードウォーカー。なるほど。オートライフル、ショットガン。なるほど。防御力、ほうほうほう。防御力上げとこうかな。ダメなのね。これさ上げれないよね。今は。新しいスキル習得。オッケー。これでいいの？ OK。 なんか分かんないけどレベルは上がった。古い船の信号を確認。これを使えば脱出できるかもしれません。なんだこれ。アップグレード解除。これは？セーブポイントなどはまだないようだな。もう少し進んでみよう。暗い。クリア。いた。タクチケルリロード。クリア。よし、どう？そこ。どっちから出る？クリア。ボラリノール。ボラリノールは健在だ。アイテム進む。これは銃弾が回復しているのか。船です。敵を排除してください。了解よ。硬いぞあいつ。やばい。残弾十分。こちらからだ。上からコピコッ。オッケー。さあヘブ2。側面、敵
敵クリア。あいつはボスか？非常に硬いぞ。そう、飛び道具か。クリア。あと一匹か。そこ。硬い。やるじゃないか。いい走行だ。ボラリノール。クリア。ここから脱出できるかやってみます。頼む。新しいグリムワカードを手に入れたぞ。ずっとここにあります。何世紀も動いてはいません。フォールに根こそぎ荒らされていなくてよかった。飛べるの？問題ありません。軌道突破は無理ですが、シティまでは飛べるはずです。さて、このトランスマットは敵だ。こいつは手強そうだ。船内に転送します。逃げろ逃げろ。戦いは準備をしてから帰還しましょう。了解。ムーム、これは新しいグリムワーカードを入手。アップグレードボルテックスグレネード。コピースケはレベル2に上がった。ボイスチャットオン。キル数54、精密キル数22。これはスコア的なものだな。ボルテックスグレネード、中に閉じ込めた敵にダメージを与え続けるボルテックスを発射するグレネード。グライディング、ジャンプして空中でバツを再びするとグライディングを行う。ほほ。スキャッターグレネード、多数の手段に分裂し広範囲で回復するグレネード。ほほ。こんなもんか。よし、続行。ゴー。アルカディア級ジャンプシップ。めっちゃ面白い。地球最後の都市シティへようこそ。トラベラーが守る唯一の安息の地です。何世紀もかけて建造されましたが、今はいつまで持つか分かりません。このタワーでガーディアンは暮らしています。
Now loading. 現在までのプレイ満足度、97% 程度だ。まあ 3% っていうのは若干そのエイム、それから視点移動、その辺に違和感がちょっとあるかなぐらいで、それ以外は非常に素晴らしい。そう、ナレーションが確かにテーマパークのようで、これは女の子も好きなんじゃないかな。まあ、テーマが戦場じゃないから映画感覚で。ようこそウォーロック。イコラレイはタワーになってくる新しいウォーロックを使用し装備を手助けをする。え、待って待って、これって NPC じゃないんじゃない、これ他のプレイヤーじゃない、違う、どなたか私の声が聞こえる者はおらぬか、我が名はコピスケ。え、これみんなプレイヤーじゃない、これベータやってる、違うかな、きっとそうだよ。これベンドル、クリプトワーキ、クリプト考古学者はガーディアンが持ち帰る物資のエングラムやアーティファクトに新たな発見を求め、過去との敵の正体を解明する。過去と敵の正体を解明するか。まあ今は特になさそうだが。仲間によろしく。ありがとう。これノンプレイヤーキャラクターですね。おそらくアイテム系の売買を行うとこなんじゃないでしょうか。ということで、とりあえずチュートリアル的なワンシーンが終わったので、一度、このトラベラーズウォークというマップを見ております。現在は塔展望、それから保管庫、特殊物資配給、ポストマスターにクリプトアーキー、あとは重機技師なんで、これ武器屋さんですかね。あと配給担当官、デッドオービット、造船工、船ですね、フューチャーウォーカルト、バウンティ、まあとにかくいろいろ施設があります。はい、了解。これが私のキャラクターですね。自作でできる、そこそこカスタマイズできる感じですね。何が必要かしら。ほら、道具屋みたいなもんですよね。なるほど。ではまた。すごい、これはいいわ。まあやっぱりこの辺の映像のクオリティとかはプレイステーション3なので、正直作り込まれてるとは言えないけど、まあ全然いいんじゃないかな、これはこれで。まあディスクでやってないから何とも言えないけど、読み込みとかね。ガーディアン、目的の場所は左上のマップなんだろうな、多分。ちょっと光ってるところのやつ。まあ、いけない。びっくりマークが出てるのと、2つあるな、びっくりマークは。これ多分ね、他のプレイヤーだと思うよ、オンラインプレイヤー。まあ、ベータ版なので、当然これにはどこまでしか進めないっていうのはもちろんあるけども。お、500ポイントもらったぞ。終了です、終了です。換金だね。こっちか。なんて言うんだろう、ゲームとしては何かお探しか、ウォロック。そして日本語なのが非常に嬉しい。俺は結構嫌なんだよね、めっちゃ踊っとるやん、ウォーリーちゃん
めっちゃ踊っとるやんこれ。インタラクト、あ、ほらほら、フレンド登録の依頼を送るとか、プレイヤー、これオンラインプレイヤーですよ。これ聞こえてんのかな俺の声は。どうやって踊んのこれ。まあいいや、戦いに頑張ってね。プラス50、アーマー、これ武器屋さんみたいなやつか。まあ、今はちょっと情報が少ないのでとりあえず検討をガーディアン放っておこう。君はずっと踊っとるがな。ねえ、早くしてくれ、借りがあるんだ。めっちゃファンキーやな。第三部隊を、え、頭の中の図書館から出てきたか。新しいアーマーを装備しろとか、これか、これを装備します。あ、もしかして、あ、見た目は変わんないのこれ。そう、変わった見た目。私たちは正しい選択。サバラ司令官、タイタンヴァンガード、タイタンアーマー、これもなんだ、これも武器やかい。決してためらうな、ガーディアン。了解だ。タワーの銃器技師はより強力な武器を、なるほど、それを見に行けと。めっちゃ良さそうこれ。まあ私はね、まあ購入予定でございますが、動画ご覧になってる皆さん、まあ、このような世界観となっております。なんて言えばいいんだろうな、まあ、ファイナルファンタジーってもはやファンタジーっていうより、ちょっとあの未来的な部分を、ちょっと近未来というか、そういった世界観を出してますけど、ちょっとそういうファイナルファンタジー的な世界観を聴衆しつつ、そのなんて言うんだろうな、まあちょっと若い子たちは伝わりづらいかもしれないけど、スターウォーズ的な、そういう宇宙の、なんだろう、ミステリーというかねミステリーって言葉が古いとか、そういうのはなしにしてもらって、そういう要素がありますね。何かお探しですか。近未来と宇宙、そういったテイストを組み合わせてた世界観ですね。現在地、これか、あれ、こっちか。ナビも非常に優秀だなこれ。すげえわかりやすい。こっか。見てってくれガーディア、装備しろ。そういうことね。安定性リロード、どれがいいかな。スカウトライフル、オートライフル、これがいいじゃん。いい感触だろ。うん、いい感触だ、かなり。よし、ガーディアンで装備かな。あ、変わってる変わってる、見た目もやっぱり変わるわ。めっちゃかっけえ。これはこれはやばいね、これダウンロードコンテンツの装備とかもめっちゃ凝りたいんじゃない、これ凝りたい人は。ということで、ある程度マップをちょっと回ってみました。もうちょっとだけ散策してみます。さあ、では、造船港というところに行ってみます。船をチェックしろということなので、おそらく船といってもこの宇宙船
だとは思うんだけど。ただサーバーは何個に分けられてるっぽいけど、オンラインプレイヤーがいますね。これこいつか。ヴァンガード補給担当官、あ、これじゃないな。造船庫はもっと向こうか、こっちかな、これだな。夜に飛ぶのは最高よ。それはすごくいい船。アルカディア級ジャンプシップを手に入れたのかな。あ、すげえ、船いっぱい。気をつけてね。めっちゃ面白いこれ絶対。これで大体目的は完了したっぽいぞ。特にナビは出ないね。ラクシュミ、ラクシュミ、特に何もスレーマーク。おそらくだけどこのパターンだとこの NPC から、あったあったあった、ナビ出た。オービットに行く。タワーでの目的を終えたらセレクトをしてから三角長押ししてオービットへ行ける。おう、オービット。ベータ版限定ボーナス、今日のメッセージ。ベータ版のスケールテストに参加するとディスティニーの完全版が出荷する際にボーナスがもらえます。ボーナスを獲得するには太平洋夏時間の7月26日土曜午後2時グリニッチ標準時の同日午後9時にディスティニーのベータ版をプレイしてください。ご協力お願いします。これは重要な情報ですね。7月26、今度の土曜日午後2時にディスティニーのベータ版をプレイ。了解だ。これで以上になるのかな。20人のフレンドがオンライン。ナビゲート用紙、ロケーション、フレンド招待。お、今やってるプレイヤーが見れますね。これは便利。何気にこの辺がねちょっと重要だよね。今誰がやってて、で今どういう状況なのか。レベル2ハンターエクソ、ほう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 。ここまで見れるんだ。ここまで見れたらフレンドの状況とか見れて楽しいよね。自分と比較してどうなのかとか。素晴らしい。それからメニュー、キャラクター自分でしょ。リスト、所持品、設定、ログアウトがこれオートセーブなのかな。キャラクターも別なの作れるっぽい。ファイヤーチームのリーダー、グリムワスコア、グリムワカードとスコアの詳細は丸。あ、クルーみたいなやつかな、おそらく。フレンドを招待、エンマ誘ってみたらどうなる。これ俺が参加してみればいいのかな。分からん。お、お、なんか移動したぞ。どうやら私のボイスチャットの音声も届いているようだね。今フレンドが一人あのベータ版プレイ始めてるみたいなんだけど、どうやら私の声も聞こえているようだ。これは今どういう状態なんだろう。
接続中。いたいた、かっちょええ。いや、ぜひね、皆さんに見せたい、私のこの今のプレイ状況。これ今私変な意味じゃないですよ、変な意味じゃなくて、あのモニター100インチなんですよ。なのですごいよ世界観。エンマどの辺にいるんだろう。フレンドとか出ねえのかな。ああれっぽいぞ。いた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 、緑になってるフレンドは。挨拶してる。だってみんな聞こえる、聞こえてるでしょみんな。私の名前はコピスケ、この宇宙を旅するものだ。エンマどの辺だ。みんな忙しそうだよ。いたいたいた、ほらフレンドフレンド、声聞こえてる。おお、お前も喋ってるやん。インタラクト、ほうほう。これでミュートしたりプレイヤーを調べたりできるんだ。プレイヤーを調べる、調べてやろう。ちょっとでもなんかボイチャの調子が悪いかもな、あんま聞こえない、聞こえづらい。ガンスリンガーを持ってる。なるほど、ありがとう。まあ、とりあえずあれだね、これあれかな、全員聞こえてんのかな、ノラの人にも。あ、はい、テレビからちょうど見て。あ、本当、ちょっと誰かに声かけてみよう。Hey boy。ディスティニー38273333。私の声が聞こえるだろうが。聞こえていたらよかったら飛び跳ねてみてくれないか。私はコピスケ。この空を旅する。ガーディアンだ。声は男だが中身は女の子だ。動いてくれないな。何で？十字キー。ほうほう。あらー、礼儀正しい。本当だ。ディスティニーさん聞こえる？イエこれ、チャットとかはできないのかね。チャットはどうなんですか。ね、なんかディスティニーさんの上になんかこう吹き出しが出てんだけど。あとこの番号何なんだろうね。7番とかさ、エンマ2ってなってるけど、ロビー番号とかな、ロビーの中でのプレイヤーの割り当て番号とかなのかな。あ、レベルかな。はい、あはあ、データ版はレベル8が最高なので。はい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 。多分あのさっき見たら点々点みたいな人は多分レベル高くてるんだと思うんですよ。ああ、なるほどね。レベル8まで上がるってことはまだもうちょっと進められるミッションあるってことだよね。そうですね。なるほど、分かった、ありがとうエマ、サンキューオーバーだ、お疲れ様。よし、船に戻ってみよう。オービットに向かう。なるほど、とりあえず仲間との通信も確認取れた。それでは船に帰還した、一度録画を終了する。